はじめまして。と言った方がいいかしら。現実で会うのは、これが初めてだったわね。苗はずっと、夢の中や、意識の中、あるいは、他の人の体にいた状態で会っていたから。ええ。私を助けに来てくれて、本当にありがとう。同時に、あなたたちには謝らなければならないわ。ここ最近、ずっと反省していたの。今の局面は、私の自分に対する悲観と、教令院に対する譲歩によるもの。そのせいで、あなたたちには数々の迷惑をかけてしまった。そうだぞ。オイラたちは、ナヒーダがいい神で、友達だからこそここに来たんだ。そう言ってくれて、ありがとう。本当に不思議な感覚だわ。自分の体でカゴから出ると、こんな気持ちになるのね。まるで、とても長い夢を見ていたかのよう。今このひとときが、夢から覚めた瞬間なのか、それとも、この世に誕生したばかりなのかさえ見分けがつかないわ。私についての概念と認識も、とても明晰なものになっている。でも、今はこんな感覚に酔いしれている場合ではなかったわね。ええ。本当にごめんなさい。今さっき、神を一人救ったばかりのあなたたちに、これからさらに、国と、ましてや、世界をも救ってほしいと頼むなんて。大丈夫だ!ナヒーダがいれば、きっと解決できるぜ!それともう一つ。なんだ?教令院が私にしたこと、そして彼らが知恵の名のもとに行った愚行、そのすべてに対し、神の名において、しかるべき報復を与えるつもりよ。おお。よし、そう来なくっちゃな。もういじめられてばかりのナヒーダじゃなくなったってわけだ。今更だけど、わかったの。きちんとした神になるには、まずきちんとした自分にならないと、毛虫の段階からしっかりしていないと、いい蝶々にはなれないでしょ。ええ。そういえば、教令院の神を作る計画は、どこまで進展しているのかしら。とにかく、あの偽りの神の誕生を防ぐには、早く行動しないといけないわね。でもその前に、少し準備が必要ね。拘束から解放された今の私なら、アーカー社の中心に直接接続して捜査を行うことができるわ。まず、博士がアーカー社の中で私にかけた封鎖を解かないと。それから、少し調整を施して、賢者たちの権限を取り消す。アーカー社を神のみが操作できていた原初の状態にするわ。何せ、教令院はマハールッカデバータの信頼を裏切ったんだもの。これには少し時間が必要よ。その間、あなたたちも準備が必要ならしてきてちょうだい。もし、送信計画の阻止に間に合わなかった場合、非常に厳しい戦いが待っているのは間違いないでしょうね。今のうちに戦う準備を整えておこうぜ。準備ができたら辺りを回ってみよう。オイラたち閉じ込められてた時にいろいろと見逃したからな。金髪の旅人？どうしてスラサタンナ聖書から出てきたのです？
そこは普段出入りを厳重に禁じられているはず。それはそのおいらたちあんまり規則についてわからなくて。そうでしたか。今度からはお気をつけください。私は今大賢者のアザール様を探しているのですが、どこかで見ていませんでしょうか。考えれば考えるほどアルハイゼン先輩が戻ってきたことに疑問を抱くのです。必ずや大賢者様にお伝えしなければ。今さらそう思い始めたのかよ。操作が必要な部分は全て終わったわ。こうしてアーカー社を操作するのは初めてだけど、アーカー社内部の構造と操作プロセスは私にとってとても理解しやすいものになっていたわ。マハーリッカ・デバータの設計は実に巧妙ね。それとこれをあなたに。ん？これここに浮かんでる小さいのってなんだ？私がさっき時間を割いて作ったの。アップグレード版のアーカー社端末だと思ってちょうだい。今はまだ使わないかもしれないけど、特定の状況下ではきっと役に立つはずよ。ちょっと待った、これオイラとキャラが被ってるぞ。見た目からして浮いてるし小さいし、オイラの特徴が奪われた感じだ。これから先旅人のそばにいてもみんなオイラのことは覚えてくれない。オイラはもう唯一無二の存在じゃなくなったんだ。大丈夫よ、あなたにとって変わることなんてできないわ、パイモン。これはただの飛んでいる道具だけど、あなたは旅人のかけがえのない友達じゃない。ナヒーだって慰めるのが上手なんだな。旅人もナヒーだくらい頭が良かったらな。あら、私は私の思う事実を言っているだけよ。別にあなたを慰めてはいないわ。ナヒーだ、お前は人を慰める天才だったんだな。オイラそれを聞いてもっと嬉しくなったぞ。それと他にも一つ認めないといけないことがあるの。今の私は自身の神としての体を使って動いているけれど、戦闘面ではやはり心もとないわ。あなたたちも聞いたことあるかもしれないけど、神は民の信仰から力を得る。でも私はマハールッカ・デバータのように人々に慕われているわけじゃない。だからやむを得ず戦闘になった場合はあなたに頼むかもしれないわ。もちろん私も全力であなたのサポートをするから。すごく頼りになるのね。おお、知恵の神が戦闘に不向きって聞くと確かに納得だな。すでに偽りの神の居場所を突き止めたわ。何はさておき、早く出発しましょう。
ターゲットは絞れたの？もう待ちきれない！シティの中にこんな場所が隠されてたなんてな。賢者たちは送信計画を実現させると同時に発覚することを避けたかった。確かに直接教練院内部で取り掛かるのが最も安全で便利な方法ね。おお、そうだな。もともと神を一人隠せてたから、それが二人になっても大して問題ないってことだろ。ここの構造から見てとても大掛かりな工程が必要なようね。賢者たちは本当に送信計画を最終目標にしているみたい。でも見た感じ、ここは教練員だけで完成させられるようなところじゃないわ。どうやら博士率いるあれらファディは全く惜しげもなく自分たちの技術を使い、数多くの手助けをしたようね。おう、そうでもないと、あいつらがこんなに力を貸してくれるわけないもんな。本当にそれだけかしら。私には、あの博士が教練員の賢者たちとは違って、差し迫った目的のために行動しているわけじゃないように思えるわ。まるで、実験結果には何の興味もなく、ただ過程を楽しんでいるような。うーん、ファデュイの執行官ってみんな変なやつばかりだから、むしろ博士のその変も全然変じゃないって言えるのかもな。でもあの偽りの神の本体、残票と言ったかしら、以前あなたたちと一緒に彼の意識に接触したけれど、彼の身には非常に顕著で強烈な執念があった。一つはもともと神の心の容器として生まれたことによる神の心への本能的渇望。もう一つはおそらく彼の過去の経歴と関係がある。それについては私もわからないわ。あいつはファデュイの執行官になる前、ライデン将軍のプロトタイプだったんだ。それがあいつの神の心を渇望する根源なのかもな。じゃないとあいつの性格とプライドからして実験品になんて絶対ならないと思うぞ。話を聞く感じ、あなたたちは残票をよく知っているようね。そうだったの。なら彼が一体どんな存在なのか、私にも詳しく話してくれるかしら。今後起こりうる様々な状況に対応するためにも、より多くの情報を知っていれば、それだけ的確な処理ができるようになるわ。そう、理解したわ。実に興味深いわね。では行きましょう。ここを通り抜けて直接彼に会いに。はっ、やるか。アクターでしょ。捕まえた。速戦速決。ヤッホー。これでトーン。はあ、
地面の模様が乱れてるぞ。元に戻す方法がないか周りを調べてみようぜ。止まったみたいだ。乗ってみようぜ。剣女万丈。痛がっちゃいないの。せやこうってしまう。師匠の技を喰らいなさい。天理チョーク。せい、痛がっちゃいねえの。どの芽が出るかしら。やっ、はっ。捕まえた。料理の時間だ。岩山八九天道万象。ふっアツアツでしょ。まずはこれをかかれ。ほっぱ。いわ、いざよ。動くなよ。燃えろ。話が通じないなら叩くまででしょ。岩山八九天理チョーク。捕まえた。熱々でしょ。剣女盤石。
かかれ。ミョン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 。さよなら。ここの運行状況から見て、最悪の事態を覚悟する必要があるわね。彼らの作ろうとしている神は完成間近か、すでに完成しているかもしれないわ。じゃあどうするんだよ。神の心の力を持つファデュイ執行官なんて、どれだけ手強い相手になるのか想像もできないぞ。緊張しているの、ダイモン？そりゃ、もちろん緊張してるに決まってるだろう。ナヒーダは緊張してないのか？私もとても緊張しているわ。これほどまでの災難に直面するのは、神として生まれてから初めてのことかもしれないから。でも緊張と同時に好奇心も湧いているの。好奇心？何に対してだ？私たちの運命に対してよ。私から見て、この世において感じられる一切のもの、認識できる一切のもの、人々の身に起こった一切のもの、そのすべてが知識よ。それが知識である限り、必ずや知ることができる。だけど唯一、人々の身にまだ起こっていない運命だけは、終始私の好奇心をかきたてるの。つまり、私からしたら、運命こそが究極の知識なのよ。だからこそ、私は人間を観察するのがとても好き。彼らの身に起こるすべてのことを見ると、充足感をもたらしてくれる。そして今、私はついに、ただの傍観者ではなくなった。あなたたちと一緒に、自らの運命を直々に体験する。期待せずにはいられないわよ。そうだったのか。なんだか、オイラもナヒーダの気持ちが分かった気がするぜ。ええ、行きましょう。もう彼の気配を感じられるわ。この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエル。
そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。 いえ彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのはこの瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった残氷。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。残氷の機械人形という元々の概念を極限にした体、その上さらに神の心によって際限なくエネルギーが送られている。凶霊院と賢者は一体どれほどの力を費やしたの。単に技術的角度から見れば称賛に値するほどのものよ。人間の英知の結晶と言っても過言じゃない。まだそんなこと言う余裕があるのかよ、ナヒーダ。でも精神的角度から見ると彼が神の高みにまで到達しているとは私は思わない。世に生まれし全ての神はそれぞれの神の心に紛争という二文字が刻まれているはずだ。このような力の鼓動、そして心の底から生まれる躍動を君は感じられないのか。ナヒーダがお前なんかと同じ感覚を覚えるわけないだろう。貴様、自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか。矮小なる者よ、身の程を知れ。神の心に刻まれた紛争、もしかして魔人戦争のことが言いたいの。今のテイワットにおける平穏な局面は決して容易に得られたものじゃないわ。私は直接魔人戦争に参加してはいないけれど、私から見てあれはただ法則に駆り立てられた無意味な消耗だった。今さら持ち出しても意味はない。そうだろうか。僕は自分が本物の魔人戦争に参加できなかったことを非常に残念に思っている。まさかこの世に力を渇望しない神が本当にいたとは初めて見たよ。知恵を司る神、通りで自らの民にさえ見捨てられるわけだ。君の判断は君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう、今君が僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。渦潮よ、火を捕まえた。糸よ、交差せよ、せい、無力な凡臭め。かけっこしましょう。師匠の技を食らいなさい。やっ、あっ、やっ、天道、ここにあり。虫けらが。岩山八九。Thank you.
ス難攻不落ルオパー痛がっちゃいないよおいパー天気はっ隙ありガンザン八九アツアツでしょシンガティアー難攻不落ルオパー捕まえた初走浄化神々の戦いであるはずが凡人の背に隠れるかその上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回りよほど自己陶酔の好きな神だなウェル データはだいぶ集まったわあなたが私から神の心を奪おうとしたのがこれで何回目か分かる さっきので168回目よ知っているかしらスメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし同じ回数の輪廻を強いられた無境の力一体いつから始まっていた君たちは無境の中でさえ僕を破れないこんな小賢しい真似に何の意味があるさあ前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげるわあこれ貴重な戦闘経験だぞそれだけじゃないわ神の名のもと全ての神の英知を束ねるこれこそアーカー社本来の機能先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわそして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いしたあなたの力となる抜かせで茶番も終わりかな今度こそ
正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私ブエルの一人目の賢者。弱小万物天気私のお家にいらっしゃい。鎮圧天道万象。急がなくてもいいのよ。全部丸見えね。どの目が出るかしら。急がなくてもいいのよ。助走浄化。剣女盤石。重圧焼却。
一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。想像してたのと全然違うぞ。世界樹が存在するあの意識空間に入るはずじゃなかったのか。あそこは確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハルッカデバータの残留意識がこれほどの汚染を受けていたなんて。禁忌の知識、私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に禁忌の知識が現れたことが一度あるの。その時はキングデシェレトの自己犠牲とマハールッカデバータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び禁忌の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。すでに世界樹にまで危害が及んでいる。じゃあここがマハールッカデバータの残した意識で禁忌の知識による汚染を受けてたとしたら、マハールッカデバータの死は。ええ、彼女は禁忌の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ禁忌の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければこの500年の間汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。私を含めてみんなが禁忌の知識という概念について忘れたのも彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか、ナヒーダ。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染はあまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で力尽きるまで禁忌の知識による汚染と対抗したというの。その上ほんのわずかに残った明晰な意識を使って私たちに手がかりを残した。ええ、その言葉は禁忌の知識の干渉を受けたことによりいくつかの単語しか聞こえなかった。でも今ならこの謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け正しい方向を見つけ出し彼女の明晰な意識に合うの。そしてマハールッカデバータの口から直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのはここにいる私たちは意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないといつ発狂してもおかしくない。うえ、そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ、あなたは単純だから問題ないと思うわ。さあ出発しましょう。ここは空中？なんででっかい船がこんなとこ
こにあるんだよ。あれは理智を象徴する意識の船よ。あれの進路が私たちの意識が向かうべき先なの。意識が制御から逸脱すれば狂気に陥ってしまう。だから航路を切っ。おー、なんだよこれ。魔物たちがあれの影響を受けてるみたいだ。はっ、はっ、難攻不落。痛がっちゃいやよ。天理チョーク。せ、隙あり。甘い。おい。やっこの航路を行けば、意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。もうすぐ目的地に着くわ。みんな、意識ははっきりとしているかしら。え、オイラは何も問題ないけど。もうこれ以上、新たな変数が現れないでほしいわ。今度こそ、マハール・カデバータに会えるかしら。そういえば、ナヒーダは、一回もマハール・カデバータに会ったことがないのか？ないわよ。私の誕生と彼女の逝去はほぼ同時に起こったみたいだから。そうでもなければきっと彼女からより多くの指導を受けていただろうし、私は今よりもっとうまくできていたと思うわ。もう十分よくやってるぞ。よし、早くこの居心地の悪い場所を抜け出して彼女に会いに行こうぜ。
ここがお前たちがずっと行ってた場所か。世界樹の足元。ここよ。オイラたち、マハール・カデバータに会いに来たんだよな。でも、あそこに立ってるのって私？私にそっくりだわ。あなたがマハール・カデバータ？ええ、いかにも。この姿に驚いたのかしら。ここは当時の世界樹と大地の形を再現しているのけれど、結局は意識空間に過ぎない。あなたと私は本質が同じだから、私たちの姿は完全に同じように見えるのよ。どうして本質が同じなの？あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハール・カデバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹から折られた最も純粋な枝。例えるなら、たとえ木が枯れても枝はいつか根を下ろし別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私はマハール・カデバータとしての私が残したほんのわずかな意識に過ぎない。本当の私はとっくの昔に死んでいるのよね。うん、あなたの今の姿から時間を推測すると、おおかた私が死んでから500年近く経ったのかしら。やっぱり来たのね、リンネ後の私。それってもしかして、いつか私もあなたのような偉大な神になれるってことなの？あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。万物には自らの運命があるの。枝が成長して新たな大樹になっても本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよね。実に悪くない考え方よ。私も同意するわ。だからこそあなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら私よりも偉大な神になれるかもしれないわね。すでにあなたの身から当時の私にはなかった意志を見出しているわ。それが導く未来こそあなただけが持つ運命なの。そしてそれらはあなたが過去に経験した全てのことによる恩師でもある。安心して、知恵の成長も実は草木と同じでゆっくり花が咲くのを待てばいい。今考えると教霊院の賢者たちって全く見る目がなかったんだな。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が実は異なる運命の自分だったなんて。あなたと話せて本当によかった。
ラハールッカデバータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることを、ずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか、話してくれるかしら。それと、あなたが亡くなった時、一体何が起こったのかも。ええ、わかっているわ。あなたたちは、答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえも、このような色になっていた。当時、私以外の七神は全員、カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。私はというと、もう一つ、さらに重要な任務があったの。それは、世界樹を守ること。災難の降臨は、禁忌の知識の汚染と共に現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は、異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が、私を苛み始めた。そして、私が世界樹に駆け寄った時にはすでに、禁忌の知識によって、侵食されていたわ。もしも千年前に、キング・デシレトと共に禁忌の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私は、なすすべもなかったでしょうね。禁忌の知識。それは一体何なの？この世界には属さない知識。知ることのできない、真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。でもそのせいで、世界にも様々な症状が生まれるの。もしも、禁忌の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時、私には分かっていたの。単に自分だけの力では、禁忌の知識を駆逐するなんて、不可能ってことに。だから私は、人間の知恵を統合する装置を作り、それを、アーカー社と名付けた。まさに、この世で最も偉大な発明ね。ありがとう。長きにわたって、私は、夢こそが人間の知恵の結晶だと思ってきたわ。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカー社を利用して、人々の夢を借りた。人々の知恵を統合し、その上で、私が持つすべての力を尽くしたわ。それで、どうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで、禁忌の知識はほぼすべて、世界樹から取り除かれたわ。でも、事態は、私の予想していたほど、うまくはいかなかった。ある頭痛が、不吉な予感をもたらしたの。その時やっと、私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に、知識と知恵をもたらすと同時に、汚染も、私の身に襲いかかった。最初から、私という存在は、禁忌の知識によって、汚染されていたの。そんな、どうして？私も、
あなたの意識の中でその苦痛を見たわ。とても恐ろしい体験だったでしょう。ええ、でも私がどう感じたかなんてそれほど重要じゃないわ。重要なのは、たとえ私が死しても私の存在、私と関わるすべてが記憶と知識として世界樹に保存される。それにより近畿の知識は永遠に根絶されることがない。そして私も永遠に自らを消すことができない。一種のパラドックスね。だから私は世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ、手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を世界樹から完全に消すために。待って、違う、そんなの違うわそれが何を意味しているのか分かったよね。やっぱりあなた賢いわ。あなたの想像通り、世界樹にはこの世のすべての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じこと。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れられるわけ。本当にもう他の方法はないの？他に私ができることはもうないの？あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ。これ以外に方法はないわ。でもあまりにも残酷すぎるわ。あなたのこと忘れたくない。そんなに悲しまないで、ブエル。知者として答えを見つけられたこの瞬間を楽しむべきだわ。これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。知りたいと思っていたあの言葉のすべてよ。世界が私をどうか忘れてくれますように。私たちは皆知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。
我こそは問いを唱える者、そして同時に答えを探す者、人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今、あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。大丈夫よ。ただ、少しわからないことがあるわ。私たちはさっき、世界を救ったのよね。でもどうして、私、泣いているのかしら。今の心の内にある感情が、どこから来ているのかわからない。でも、なんだかすごく悲しい気持ちになっているの。さっき起こったこと。私たちはさっき、二つの神の心の力を使って、500年前の世界樹と意識をつなぐことに成功した。そして、世界樹に残留していた汚染を除去して、そうだな。どうしたんだよ。お前もさっき一緒にいただろ。この音、旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼女たちを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら、双方の関係を壊すような危険な真似はしない。私と交渉を？あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による感性に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが同時にいるということ？悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身のすべての視点を残そうとある重大な決断をした。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。
時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限には全て存在意義と理由があるの。決してうぬぼれなんかで勝手に破っていいものじゃない。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体極めて困難なこと。それが異なる時期の自分であればなおさらだ。漂霊院にいたのならどうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない？漂霊院は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの。狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果はその可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だからこそこの実験には少々失望したのだよ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたらなおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビー、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心をお前は戦闘に応用することができない。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど私には今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁をもって接したい。あなたのその虚職は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます？可能だと思うのか？天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は天理がテイワット大陸及び一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、カデューの下行いは
一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？ふん、かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から賭けなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際、すでに見破られていたのか。学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり、実験者に欠けてはならない品格でもある。確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても、災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心は、あなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら、全ての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ？他の断片を全て消去するというのはどうかしら？そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと。確かにそのやり方は、私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは、非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。全ての私の中でお前が出会ったこの断片こそ最も利己的なものだ。もしも私でなければ、そのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時、お前は何を見た？私を観察したからこそ、私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか？あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体、極めて困難なことだって。頭のいいあなたは、それができているのかしら？なるほど。あまたのあれら私と神の心一つが同じ価値だとお前が思っているのなら、よかろう。取引成立だ。そんなに気にしていないようね。まさかあなたたちの関係って本当にそんな悪いのかしら？気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる、これ以上の高値を自分につける者がいると思うか？それに私の力をもってすれば、いずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ？私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。ふん。馬鹿げた決断を、ふざけてるのか！極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思うよ。立てかまずんだ。代価に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか？持っていきなさい。この先
学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私もこの都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ、そしてお前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ、スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるなら、スメールの神の心がここに残っていても重要な役割を果たせないだろう。求めるものに求めるものを送る、それが神の責務ではなかったか。ほう、その表情、あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどうだ。この世に流布する伝説では全て人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。それなのにあなたは自らの知識を使って知恵の神のものを交換しようとしている。凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前は全ての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか。確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが？それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。お前とこのような形で会えて、とても嬉しいよ。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって、何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。来たのか？ちょうど今朝ごはんができたってコレイが言ってたぞ。早く。おう、おはよう。具合は大丈夫か？ならよし。オイラたちも結構回復してきたみたいだな。これならティナリも外出を止めたりしないんじゃないか？